なんか友達とか。早い卒業しようよ。ちょっと最近気まずい。何か、いいと思うよ。ねえ、ずるい。バカ、せいだよー。せいりすチャンネルです。はい、今回はママとリサにドッキリを仕掛けていきたいと思います。イエーイ。はい、でね、今自分の部屋にいるんですけど、ママとリサは友達と LINE 通話をしてると思っております。で、どんなドッキリを仕掛けるのかというと、明日1日だけ学校を休みたいと言ったらどんな反応をするのかっていうのを検証&ドッキリしていきたいと思います。で、それをどこまで言ったら OK してくれるのかとか、ママがそれで明日休んでいいよって言われるまで、最後に説得し続けたいと思います。で、またね、それでね、リサの反応も見ていきたいなと思ってます。で、作戦としては、サイトリサで TikTok を撮ろうと思って、 TikTok の撮影画面にしといて、その時点で画面録画をしといて撮影しようかなって思ってます。それだったら結構リサもわかんないかなって思うんですよ。それに気づかないかなって思うんで、その画面にしてできたらやっていこうかなって思います。まあできるかわからないんですけど、できればその作戦でやりたいなって思ってます。じゃあ早速やっていきたいと思います。レッツゴー。次何の聞こえてる？ほんとね、いいと思ってるのがあってね、まあ、そういえば何？明日月曜？月曜だよ。明日月曜か。まず早く撮ろうよ。でさ、楽曲の件なんだけどね、学校行きたくない。なんだから何言ってるのって。だから楽曲の件聞いてくれるって。明日学校行きたくない。明日学校行きたくない。楽曲の件なんだけど、とりあえず楽曲の件聞いてくれるの。明日学校行きたくない。明日何かあんの？え？明日？うん、腹痛。明日体育。体育か。うん、体育は嫌で、嫌で明日行きたくない。うん。体育何の？何がいいかな。バレーボール。うん。だから何？なんかさ、膝怪我してるからさ、体育だけ休んでみるとか？いや、でも休むのもなんか嫌だ。どっちやねん。どっちやん。だって違う、足で休むのってさ、うん、学校、学校自体じゃないじゃん。その時だけ休むんでしょ。そうだよ。でもそしたらなんか友達とかにいろいろ言われちゃうから。普通どうでもくない？そのこと気にしてたらもうどうでもくない。なんかそれは別にさ、膝怪我してるから、ね、一言言えば解決する話ではないの？いや、でもいろいろなんか友達とかから思われるじゃん。思わないよ。なんか本当は痛くないんじゃねみたいな。思わないよ。見るからに膝がさ、絆創膏大きいしさ、絆創膏にちょっと染みてる感じとかもあるわけだからさ、うん、それはさ、疑われはしないんじゃない？でもちょっと膝確かに痛そうだから、体育だけ休めば、バレーっていうんだったら、バレーだけ休むっていうんだったらしょうがないんじゃないかなって思うけど。でも学校休みたい。なんで？なんでそこが学校になるの？なんか友達とか。早い卒業しようよ。ちょっと最近気まずい。何が？仲良くしてるじゃん。仲良くしてんじゃん。そんなことないの？遊んでんじゃん。なんかあったの？うん。どう気まずいの？何かがあったの？でも言いたくない。なんで言いたくない？なんで言いたくないの？それはクラスのことっていうこと？うん、クラス、友達一人ってことじゃない、うん、いつも一緒にいるメンバーと。誰？いつも一緒に誰と？いつも一緒にいるメンバー。メンバーって3、4人？うん。3、4人みんなと一斉に気まずくなっちゃったの？それはなんかあれじゃないの？みんな一斉に気まずいっていうのはさ、さやだけがっていうわけじゃないけど、さやに何かしら原因が、うん、そう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 、なんかしちゃったとかっていう心当たりはあるの？ちゃんと。ない。ないの？
じゃあもしかしたらその日頃の本当にちっちゃいことが重なってちょっとみんなの不満が少しずつ降り積もってそうなっちゃったとか。余計行きたくなくなった。いや、きちんとさ、何が原因だったのか話してさ、もしさやに原因があったんだったらそこを直したりとかして謝ったりとかさ。もう一回その子たちと仲良くしたいと思うの？うん、思うの？思うんだったらでもやっぱりさやからどうにかして歩み寄らないと状況は変わらないんじゃない？でも逆にそれで仲が悪化したら。でもさやはそういうのを自分で解決できる力がありそうだけどね。うん、やだ、なんか誰といればいいのかわかんないから今、うん、空気といれば一人でなっちゃうからやだ。いいんだよ一人だぞ、この子なんて。いや、リサはいいかもしれないけど、うん、でもさ、明日一日休んでそれは解決するの？なんで？そんなの一日行かへんかっただけで解決するわけないやん。いつから？金曜。金曜から？月曜日ってさ、また状況変わってるかもしれないじゃん。金曜からでしょ？思い過ごしかもしれないじゃん。行ってみれば。勘違いってこと？あ、そう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 。行ってみなよ。いやだ。そんなずっと、え、明日一日行かないだけで解決しないかで、ね、え？するって。しないでしょ。行きなよ。いつも話しといて。いやだ。リサだったらどうするの？私行って謝る。本当に？それかほったらかしにするか。でもさ、謝ることなのかどうかも分かんないじゃん今。そうなの。何が気まずいかどうか。だからやっぱなんでこうなっちゃってるのかっていうのをさ、探らないと。そう。あ、そう。ちゃんと確認しといて明日。あとさ、よくあるパターンはさ、誰か一人にちょっと嫌なことをしちゃって、それを二人がなんて言うんだろう。分かっちゃう。そんなことされたんだ、嫌だねみたいな感じになって、本当は不満なのは一人かもしれない。そんなドラマチックなことある？ドラマチック？じゃないけど、え、普通にあるよね。あるある。あるんだ。誤解かもしんない。それまた変に伝わっちゃってみたいな。ふざけてるさや。え？ふざけてない。頭ふつ、何それ。ふざけてない。ふざけてる。あ、TikTok 撮ってる。TikTok 撮ってる。ふざけてない。ドッキリかと思った。マジなのになんでそういうこと言うの。もう学校行く気伏せた。もっとでも他にも理由あるよ。何？言ってみなぜ。全部言ってみ。でもそれ言ったらさ。何？言ってみ。それ言ったらなんかあんの？パパとママ納得するかもしれない。そしたら明日学校行かなくてもいいかもしれない。でもそれは言いたくない。言いたくなかったら行きなさい。言わないなら行きなさい。なんでそういうことになんの？パパ、言わないなら行きなさい。そうだよ、言わないなら行きなさい。とりあえず休んでいい？とりあえず行きなさい。そのさ、さやに何があるのかわかんないけど、月曜日休んじゃったことによって悪化しないの？しない。それは言い切れるの？言い切れる。もっともっとさやが後から嫌な思いすることにならない？ならない。めっちゃなんか顔ふざけてるけど。なんかさ、そういう気まずい話するときにさ、なんかちょっと笑っちゃう気持ちはわかる。深刻になりすぎちゃうと泣いちゃうとかさ。笑ってごまかして。さやって結構そういうタイプじゃん。じゃあもう一個の理由、言ってみ。あー、ダメよ。言えないことなの？アポーラ。言えないことなの？誰にだったら言えない？アポーラよ。うん、誰にも言えない。誰にも言えないの？ねえねえねえ。いいんじゃない？そしたら。でもさ、いいと思うよ。いい？月曜日休む。いいよ。無理していかなくていいと思うけど。うん。一人で悩まずに解決することもあるかもしれないじゃん。じゃあ明日が解決したら教える。ここだけさ、解決しても解決しなくても教えてくれるに変えてくれるんだったら全然休んでいい。いやでもずるいよ。それはそれでずるい。何がずるいの？ずるい、ずる休み。ずる休みじゃない、ちゃんとした理由があるんだよ。私も休む。リサも、リサもそういう日が来るかもしんないじゃないですか。私も休む。リサは別に今ないでしょ、行かない理由が。行かない理由がないでしょ、さやちゃん。リサお家にいたらさやちゃん
休まらないんだよね。そうだ、気持ちが休まらない。ずーるー。今はリサの話じゃなくてリサの話。いいと思うよ。ねえ、ずるい。明日休む。そしたらねえ、ずるい。でも、もう一個理由があって、何個目やなんかドッキリらしくて、これドッキリだった。え、ドッキリ大成功、イエーイ。めっちゃ笑ってる。え、どこにあるの。めっちゃ笑ってる。画面録画してもう。え、どういうこと。あ、本当だ、赤くなってる。赤くなってる。画面録画して赤くなってる、ここ。へぇ、あ、ほんとだ。音入ってないじゃない、そしたら。うん、カメ、なんか音声をオンって。何その機能。ほんと、うざいからドッキリ大成功に書いてあるから。え、なに、学校行きたくないっていうのは嘘ですか。はい、でも休ませてもらいます。まあいいって言ったんで、理由ないけど休ませてもらいます。じゃあ、リサも一緒に休んでいい。あっと、ダメに決まってるでしょ。なんで気づかなかったの。いや、違う違う、ほら見て。いや、わかんないけど TikTok 撮ってるんだって。ポパケの違いがわからん。2倍速とかさ。あ、そうなんや。心配して損した。ほんと、それな、今度から心配しないわ。ポパとママの時間を返す。ちょっとこっちまでつられ泣きして、しそうになってたんだけど。引っかかりましたね、君たち。じゃあ何もないのね。ないよ、全然元気に学校行ってるし、友達とも仲いいし、全然悪くないし。それは良かったです。ザザザザザザザ。今度バイバイシンするわ。よし、じゃあさや以外でご飯食べに行くか。え、なんで行きます。なんで。はい、ということで今回はさやにドッキリを仕掛けられました。まあね、まあね、まあ分からないはずがない。ドッキリみたいな感じで、やっぱり私は優しさみたいなのがあるのかなみたいな思います。それはいいよ、そういうのより。ということで今日はこの動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。バタンバタン。